フランケン線、ドイツ語フランケン版は、バーデンビュルテンベルク州の北部にある、シュトットガルト中央駅とバイエルン州ウンターフランケンにある、ビュルツブルグ中央駅を結ぶ、鉄道路線である。名前は、路線が半分以上ある、フランケン地方から由来する。本線は、全区間電化されており、ツユトリンゲンもエクメルカも除いて、伏線である。百九十六年から、フランケン線は、 地域輸送の路線となっており、バーデンビュルテンベルク近距離運輸法人によって運営されている。ドイツ鉄道の時刻表番号は780であり、他には、シュトットガルトエスバーンの番号790.4と790.5、そしてトロイ・ヒトリンゲンビュルツブルグ線の番号920などが付けている。本線が形成された歴史的関係のため、公式的な路線記号は、 区間別に様々である。キルヒハイムトンネルの前の普通列車フランケン線は、南の部分には様々な河川の流れに従って続くが、北の部分には地形の関係で河川を渡る。シュトットガルト、ハイルブロン間にはネッカー川の極流が多いので、建設費用の理由で実際の線路は水路より短い。同じ区間を飛行すると、長さは5 2トルで、 線路が川の流れに従った場合、長さが約 70km に至る。列車はシュトットガルト中央駅を出発して、プラーク級の下のトンネルを通過する。シュトットガルト外角で、高度はコルンベストハイム駅まで高くなる。列車近くに方園アスペルク要塞があるアスペルク駅を過ぎると、ビーティグハイム市でエンツ川に接近する。エンツ川がネッカー川に合流する以後、 バトフリードリクスハル中央駅まで岩屋局が多い。ネッカーベストハイム町の線路の湾曲部一つだけがキルヒハイムトンネルによって短縮されている。この路線はフランケン地方に入り東北方向に向かう。線路はヤクスト川と並びモエクミュール駅までは岩屋局が多い。そこからこの路線はゼクアフハ川に沿って続きアデルスハイム駅まで バウラントの風景が見える。列車がオスターブル県駅に到着する前、キューバーデンオーデンワルト線がこの路線に接続する。ケーニヒスホーフェン駅までこの路線は、ウンプハー側に沿って、この河川はラウダケーニヒスホーフェンでタウバー側に流れ込む。タウバー側と並んでこの路線は、ラウダ駅までタウバー国線と線路を共有する。線はタウバー国線から分岐して、 タウバー川を渡り、その高度がビュルツブルク方向に少し上がる。列車がビッティヒハウゼントンネルを通過してガウビューテルブルン駅に至る。駅はバーデンビュルテンベルク州にあるが、村はバイエルン州に属する。そこから列車は宗教回線とオクセンフルトがうの肥沃な丘陵地を貫通する。ゲロルツハウゼン駅からビュルツブルグハイディングスフェルト分岐点まで線路が下がり、 そこで、トロイ・ヒトリンゲン・ビュルツブルグ線が合流する。その後列車は、マイン側を渡り、終点のビュルツブルグ中央駅に至る。ビュルテンベルク中央線の経路候補フランケン線は、歴史的観点から見れば、三つの鉄道路線から、生成された。シュトットガルト・ハイルブロン区間は、ビュルテンベルク王国の中央線一部及び、北線として建設された。中央線は、 ハイルブロンとウルムボーデン湖を結ぶ幹線の最初、区間と思われた。1830年代ライン川とドナウ川を鉄道で連結する計画が決定された後、施設鉄道の建設は断られ、幹線鉄道は国有鉄道として整えられた。エンジニアのゼーガー断尺とウルム地域建築家のビューラーの提案によれば、北線はカンシュタットからネッカーの砂岩を襲って、 ホヘンエクで左へ曲がり、ルートビヒスブルクの北側に至るべしだった。1843年4月18日中央線の建設を規定する鉄道法が制定された。フランスですでに鉄道建設の経験を積んだカール・エッツェールが呼び出された。英国人教授のチャールズ・ビグノールスは当時までの計画をもう一度検討するために、 評価者として指名された。一方、ビュルテンベルク経済学者のヨハネス・メーレンは1843年いくつかの建設候補地域の地下を調査させて、現在のようにプラークトンネルを通じてルートビヒスブルクまで直接連結する経路が一番適当だと判明した。エッツェルトビグノールスは、ビューラーの提案は不適切だと判断し、メーレンの案を少し変更した。 シュトットガルト駅はシュロース街の地区で建設されるようになった。1844年7月26日中央線の建設はプラークトンネルの工事から始まった。1846年10月15日間したと、シュトットガルトルートビクスブルク区間の開通で中央線の全区間は完工された。 北線のルトビヒスブルクビーティヒハイム区間は1847年10月に開通し、この路線は翌年7月25日ハイルブロンまで延伸された。ビュルテンベルクの幹線から様々な鉄道路線が分岐してシュトットガルトへの人口流入が増えた。それで旅客と貨物輸送量も増加して、1858年から1861年まで中央線は 伏線で改修された。一方、バーデンとビュルテンベルクは1864年に北線とオーデンバルト鉄道を連結する下ヤクスト線建設に関する条約を締結した。この工事はビュルテンベルク側によって実行され、まずは1866年ハイルブロン、ヤクストフェルト区間がシモネッカー線として開業された。1869年9月27日、 ヤクストフェルト・オスターブル県区間の開通で、現在のフランケン線が完成された。1896年ウンター・トゥルクハイム・コルンベストハイム区間で、貨物列車用迂回線が開通して、中央線の交通量が分散されたが、その時間は短った。人口と交通量増加のため、1907年、シュトットガルト中央駅の移転は、議会で決定された。 既存の中央駅の拡張案は財政的な理由で採択されなかった。駅の移転のためには中央線も五井線の移転されねばならなかった。1908年から1910年までプラークトンネルの工事は複線用で改めて行われた。コルンベストハイム奏車場は1912年から1919 19年まで貨物輸送量の分散の目的で建設された。 バーデン公国だけではなく、バイエルン王国もプファルツ選定公領と、ウンターフランケンを結ぶ鉄道に関心を持って、ビュルテンベルク王国を通過しない経路を望んだ。バイエルンは、マインガーを襲う経路を、一方バーデンは、モースバッハを通過する経路を好んでいた。両国は退屈な協商の末に、モースバッハ経由案に合議した。 1866年、バーデン・オーデン・バルト鉄道のモースバッハ、オスターブル県ビュルツブルク区間が開業された。この区間の工事は、広島戦争のタウバー・ビショフスハイム戦闘のため、遅延された。1869年オスターブル県ヤクストフェルト、区間がオーデン・バルト鉄道と連結された。第一次世界大戦の終戦以後、既存の四つの路線もドイツ国営鉄道が、 管理するようになった。シュトットガルト中央駅の建設は、第一次世界大戦期間には遅延したが、1922年から1928年まで段階的に行われ、1929年新しい中央駅舎が開業された。1933年5月15日、シュトットガルトルートビヒスブルク区間はまず電化された。第二次世界大戦の前には、 特急列車がこの路線を経て、シュトットガルトからバルジンまで運行された。終戦後この路線の電化は1959年南から行われ、1975年6月1日、完了した。1959年6月ラウフェン・アムネッカーの踏切で、市内バスが E867 列車と衝突する事故が起きた。この事故は戦後最大のバス事故で、 死亡者は45人、重症者は27人だった。事故現場に記念碑が建てられた。ドイツの再統一以後、遠距離列車は、シュトットガルト・ベルリンの軸では、部分区間だけど、運行再開された。1975年の第二の建設契約によって、ルート・ビヒスブルク・ビーティクハイム区間が1980年まで参戦0複線から複複線に改修され、 残られた踏切は撤去された。その当時には1日あたり250ペ以上の列車通行のため、工事は多数の小さな段階で実施された。1978年9月29日 S バーンの運営は、シュトットガルトルートビヒスブルク区間で始まって、1980年秋には S4 列車もその区間で走行するようになった。 古い構造物を解体する直前のエンツ川の鉄橋2001年、シュトットガルトエアフルト区間で運行されたインターレギオ列車は廃止された。2004年から2006年までエンツ川の鉄道橋を改築する工事が行われた。205M 長さの新鉄道橋は、急橋の隣に5つのプリストレスと、コンクリート材料のボックスガーダービーム橋と、 鉱材トラス橋の構成で建設された。ベジクハイム方向の130メートル部分は軟弱な地盤のため40メートル以上の深い区域礎で補強された。2007年6月11個の沿線の住民はフランケンセン委員会を結成した。委員会は、梅雨トリンゲン地域の伏線復旧、不要な速度制限の廃止、運行時間を短縮するための新しい車体。 傾斜式車両の導入などを要求した。2014年12月に、ネッカーズルームでこの路線には、アルプタール交通会社の都市鉄道が接続され、S42 系統が、バートフリードリヒスハールを経て、ジンスハイムまで延伸された。同時に S41 系統は新設され、列車は、その以来モースバッハまで運行されている。ドイツ連邦交通計画2030により、 コルンベストハイム・フォイアーバッハ区間で線路二つの追加を企画する案があったが、その要求案は2016年末帰却された。2018年10月ビティヒハウゼントンネルの断面を拡大する工事が始まった。工事期間の間に相当な区間は封鎖された。バート・フリードリクス・ハルノが安煙鉱山の前を通過する快速列車、ヤクスト鉄橋を渡る快速列車、 第二次世界大戦の前には、シュトットガルトからベルリンまで主要な急行列車が運行されて、戦後には、シュトットガルト、ハムブルク間を築こうした。1934年当時 D 列車は、下のように運行された。遠距離輸送は2001年時刻表改定の当時、廃止されて、シュトットガルトからエアフルトまで走ったインターレギオの、電子体育号が、最後の列車だった。 シュトットガルト・キルヒハイム区間は、シュトットガルト運輸連合の運賃システムの適用区間である。ラウフェン・ロイクハイム区間の運賃システムは、ハイルブロン方変動へ、ル地元交通有限会社により管理されている。ゼンフェルト・ビティクハウゼン区間の運賃システムは、ラインネッカー運輸連合により担当されている。ユルゲン・ウェドラー。 ダイエスバーンシュットットクット1981アウフゼックスリニアンアーメイタートインダイバンデスバーンバンド571981イシュン007から 5876S681688 バーンガーマイスターマッケンフランケンバンドオンプファロインネッカーサイトゥングフォーム23122007イロフトナンデアスタートバンハイルブロンモーズバック ハットコンスタンティン・シュワルツ、ケーネ・チャンス・フィア・ホワイト・ランシー・ナンウスを、イン、シュトゥットガルト・ナ・ハリヒテン、バンド72、24、ノーベンバー2016、S21、タネル・ザ・ニター・ニン・ウィティハウゼン・コムト・ビー・ジャプラント2019、イン、メインポスト、で、11、オクトバー2017、シュトゥットガルト・運輸連合の、鉄道路線を、VVS の資料、 ハイルブロン方変路へ春地元交通の運賃、区域図表、HNV の資料、ラインネッカー運輸連合の鉄道路線網、VRN の資料。ありがとうございます。